梶裕貴のトガキ劇場。この企画はコンビの一人がトガキの脚本を担当し、何も知らない相方と声優梶裕貴が即興で物語を進めていくドラマである。今回の挑戦者はカモメンタル。う大の書いた脚本テーマは地獄。一体どんなドラマになるのか。それでは参りましょう。梶裕貴、カモメンタル巻雄によるトガキドラマ地獄です。どうぞ。ここは現世で悪行を働いた者が落ちる地獄の世界。地獄に落ちた亡者と恐ろしい表情をした鬼が真剣な眼差しで見つめ合っていた。亡者は懐にしまっていた封筒を取り出し鬼に渡した。鬼さん、これを。ああ、聞いてたやつだな。はい。なになに。嘆願書。我々死者一同は地獄に対して不満が募っている。この地獄は処罰がひどすぎる。一刻も早く環境を改善しなければ我々は叱るべき手段に打って出る。なんでこれだ。やめんだよおめえ。読んでの通りです。鬼は驚いてパニックになってしまうが、すぐに独自の方法で自分を落ち着かせた。落ち着く。亡者は今の地獄の環境がどれだけ過酷なのか怒りながら訴えた。分かってますか鬼さん。あ、どれだけ亡者のみんなが苦しんでると思います。鬼だからってやっていいことと悪いことがあるでしょ。おめえら罪人がそんな偉そうな口聞けんのか。ああ。じゃあ鬼さんは、ああ、今まで生まれてこの方、ああ、何も悪いことしたこと一度もないって言うんですか。俺たちは悪いことしまくってるよ。鬼だけだよ。こうやってこんな感じになっちゃうやつもいいんだよ。お前まだこう体残ってんじゃねえか。いい方だよ。それはうちの兄貴です。30年前のある日、あなたたち鬼の横暴でそういう姿に変えてしまったじゃないですか。そんなのおかしいですよ。あなたたちは上からの命令に従うだけのただの道具だろうが。ずっと楽しく一緒に暮らしてきたんですよ。平和に普通に人間界に暮らしてたんです。親父です。テロです。もう僕以外家族みんなこうですよ。あなた自分以外の家族がこうなったら悲しくないですか。鬼は内心勇気のある亡者にビビっていたが、それを隠すためにアクリル板に映る自分の髪型をセットし始めた。何を気にしてるんですか。鬼は亡者に反論するが、亡者の話に心が動かされているのはバレバレだった。いや、だからってよ、悪いことしたんだろおめえらの家族はさ。だけどさ、だからさっきも言ったけど、お前はまだこういう姿になってねえわけじゃん。でもなんかいずれお前もこうなっちゃうのかもしんないけどさ。うちら家族は悪政を働く悪い政治家からお金を奪い取って貧しい民たちに分ける、そんな一家をやってました。それはもしかしたら倫理的には悪いことかもしれません。でもこんな姿にならなきゃいけないんですか。ペロ、ペロ、ほら。とここまで防戦一方だが、この後う大の脚本によって亡者の怒涛の攻撃が始まる。ああ、ペロ、ほら、お前の好きな。亡者は鬼を洗脳することにした。一旦自我を崩壊させるため鬼に強烈なダメ出しを始めた。お前さ、さっきから分かってんだよ。
俺を見るふりしてずっと自分の顔を見て、髪型直して、角の位置直して、何角の位置直すって、生えてんじゃないの？何ちょっと微調整してんだよ。そういうやついるよな。お前な、自分のその見てくれ、自分の価値観で直してるかもしんないけど、誰もお前のこといいなんて思ってねえからな。もうじゃ一度、美的ランキングで言ったら、鬼の中でお前が一番下だと思ってっかんな。あとその持ってるやつ、鬼に金棒だっけ？勘違いすんじゃねえぞ、強えのは金棒だかんだ。鬼は偉そうにしてるだけなんだ。以上だ。亡者はもっと深いダメ出しをした。この命令してくるの誰だ？神か！偉そうに上から観察ばっかしやがって。するとそこへ一匹のハエが飛んできた。鬼は状況を打破すべくハエで何やら例え話を始めた。ハエってさ、ちょっと何喋り出してんだよ。今大変止めてくれよこれを。え、うんことかさ、そういうのに止まるじゃん。ああ、だからさ、お前 うんこみたいなもんなんだよ。はい、なんだと思うよ。そうじゃなくて、うんこにもね、うんこなりのなんか輝けた。何回うんこって言うんだよ。ごめん。じゃあ俺が言いたいのは、亡者は鬼の例え話にもダメ出しをした。とにかく相手の神経を逆なでる声で、まずお前の話にはオチがない、うん、だからなんだっていうね。音は止まったけれど、俺の周りにハエが飛んでる事実は変わってないでしょ。ああ、まずそれをなんとかすべきだし、その後にするなら別に話したらいいと思う。何を考えてるんですか。鬼も負けじと鬼なりのとにかく腹の立つ声で亡者の悪口を言い始めた。うめえさ、俺に対しての態度が全然なってねえから、罪人だから。俺はな、鬼なんだよ。次第に言うことがなくなった二人は、バカというワードだけで相手にダメージを負わせようと躍起になった。鬼、なんで？バーカ。バーカ。でーけいーき。あ、じゃあもうこれ出さないよ。あーバーカ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 。はい、もうダメこれ。なんだよそれ出した。なんだよバーカバーカ。おお、これちょっと重いぞ。バカ、怒られるぞ。やっていいことの悪いことがあるんだよ。言っとくけど俺鬼なのだから。鬼は全てだろ。鬼は何でも許されんの。お前は亡者。俺の心はもう鬼だよ。名前じゃないんだよ、心がどうかなんだよ。おめえ、もしかして鬼の資格持ってんじゃねえか。あ、こっち来るか、鬼側来るか。おめえだけこういう姿になってねえんだろ。おめえの家族みんなこうなっちまってんだろ。おめえ鬼なれるかもよ。そこ抜け出せるかもよ。そういう可能性もある。鬼は鬼としての自分を鼓舞するために、鬼のオリジナルソング逆らう亡者には金棒をもう歌った。そうなんだけど、あーちょっと危ねえ危ねえ。なんだよ。洗脳されるところだった。洗脳？俺は鬼だ。鬼の特権は、俺の特権は俺だけのものだ。お前なんかには譲らねえ。どうした？俺は鬼だ。鬼は俺たちの特権だ。鬼最悪だ。亡者はアンサーソング、ヘイ鬼、
お互い高め合おうぜを歌った。鬼は外でもそれは間違いだ。人と鬼が協力すれば素敵な世界が待ってるぞ。亡者の歌を聞いた鬼は泣き崩れ、実は自分は亡者をいじめるのが辛かったと告白した。お、どうした？俺も辛かったんだよね。だから俺も 上から言われて、なんかやれって言われてやってるっていうか、俺たちの上にも鬼がいて、すごい怖い鬼が、うん、本当は俺もみんな平等で、みんな助け合って、みんなが幸せっていうのがいいと思う。鬼の告白、全ては上司である悪い鬼の圧力。このままハッピーエンドを迎えそうな展開だが、この後ウダイの脚本によってドラマは急展開を迎える。みんな助け合って、みんなが幸せっていうのがいいと思う、うん、でお前もそれを求めて悪いことしちゃったわけじゃん。そうだよ。その言葉を聞き、亡者の男は突然笑い出した。お前とも仲良くなりたい。すると突然、亡者の様子が一気に変わる。そう、亡者の正体は閻魔大王だった。そして自分を裏切った鬼を恐ろしい形相で罵り始めた。おい鬼、俺が誰かわかるか？まさか。そうだよ、閻魔大王だよ。おい鬼、お前さっきなんて言った？鬼の上にはもっと偉い鬼がいて、そいつの命令通りにやってるに過ぎない。じゃあ僕はみんなが幸せになればいいかなと思ってて。みんなが幸せになる、そんなことがこの世の中にあると思うか？そして閻魔大王は部屋の奥にある一つの箱を鬼に渡し、お前は地獄から追放だと言い放つ。許してください、許してください、すいませんでした。お前はな、もうこの地獄から追放だ。追放？そう、お前みたいな、なそんな気持ちの持ち主はこれでもつけて早く行っちまえ。地獄から追放だ。閻魔大王はこれから鬼がやるべきことを優しい声で伝えた。え？お前が思ってるように、それは羽だ。そしてそれだけじゃない、今ここはもうこの世の果てだ。お前は俺がいなければこの世にすら生まれてなかったんだ。今俺が気持ち一つ変えるだけでお前はこの世からいなくなるんだ。しかし俺の力を使えばお前みたいなやつをこの世界の外に送ってやれるんじゃないか、そう思ったんだ。お前は今から天使になれ。そう、お前が角を動かせると思っていた秘密はそこにある。お前の角はアタッチメント式になっており、着替えたお前は天使になった。展開に行け。鬼はその言葉を受け、天使のオリジナルソング、オイラは新米天使を美声で歌うのだった。オイラは天使、新米天使、天国に行ってみんなを幸せにしたいと思います。ああ、行ってこい。というわけで皆さんお疲れ様でございました。お疲れ様です。ありがとうございました。牧野さん的に自分がここ一番うまくハマったなみたいなところってありますか？はあ、ハマった。うん、
いや何個かあったと思います、うん、それをできればそれを聞いてんだよ、ええ、それが聞けると嬉しいよ。本当にもうお金を支払って見に行くようなクオリティ の、うん、映画化してほしいですよ、はい、泣き声になりました。トガキで何が来るか分かんないけどちょっと仕掛けてみたりとか そういうのは面白かったですね、うん、たまに外れちゃうけどまあね。それじゃあトガキ脚本をもとにドラマを振り返っていこう。カモメンタルさん、実際にやってみていかがでしたか。なんか初っ端最初に見つめ合っててそのおまあそこちょっとね、あれはちょっとね予想外れました。合わせて、まあ、急に見始める。ここは現世で悪行を働いた者が落ちる地獄の世界。地獄に落ちた亡者、最初動くんだよね、恐ろしい表情をした自由なんだよみたいな感じ、真剣な眼差しで見つめ合っていた。修正した、変わってて修正。恥ずかしいですねこれを振り返られる。そして実際に演じた牧雄さんが気になるポイントが、バカ合戦、バカ合戦、あ、バカ合戦、途中なんか感情的になって頭蓋骨投げてなかった。飛んできました。次第に言うことがなくなった2人はバカというワードだけで相手にダメージを負わせようと躍起になった。なんだよ、なんだよ、あんまなんだとか言わないでほしかったバーカ。いや、この辺はいい、そうですね、こっからこうもっとバーカ。はい、じゃあもうこれ出さない。ああもうあバカ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 、あの辺結構カモメンタルイズムというかバカでどこまで行くんだみたいな。俺マキオに解散引っ張ってってほしかったんですよ。あすぐやめてたから率先してドクロ投げてきました。僕が何個かあの置いといたマキオ用のテスト全部失敗してました。ちょっとテスト前出てんです今回。トガキを書いてくださったのはウダイさんと福田さん、はいはい、今度そのプレイヤーの側としてやってみたいみたいな思いってどうですか。コロナが明けてからキスシーン込みで、はい、キスシーン、ぜひじゃあソーシャルが明けたらお願いします、はい